シルクスクリーンは、後半画の技法の一種であり、インクが通過する穴と、インクが通過しないところを作ることで半画の版を、正版し、印刷する技法である。シルクを使うかどうかにかかわらず、後半画の技法の内メッシュを使うものはすべて、この項目で説明する。2015年のナショナルモールでの、スミソニアンフォークライフフェスティバルペルーのパチャママプログラム、のペドロ。 モンキー・トロメイオによるシルクスクリーンで作成するチチャポスターのパフォーマンス後半画の穴とは突き抜けた穴の意味である。後半画にはたくさんの種類の技法が存在するが特に歴史が長くよく知られているものはステンシルとここで説明するシルクスクリーンである。一般的には透けて見えるような網目の布のことを英語では A、スクリーンまたは A, メッシュと呼び、日本語では、シャと呼ぶ。しかし、広範画の世界の言葉では、英語でも日本語でも、バンに使う、網目の布のことをメッシュと呼ぶことの方がスクリーンと呼ぶことよりも多い。昔は、絹の布が、広範画のメッシュの材料として使われたが、現在では、様々な材質のメッシュが使われる。絹は、耐久性に欠けるため、合成繊維が、 実用化された後は、ポリエステルやナイロンなどの合成繊維の布が、後半画のメッシュの材料として使われるようになった。ちなみに、テトロンは、商品名であり、ポリエステルである。金属製のメッシュを後半画のスクリーンとして使用する、こともある。糸と糸の間の隙間がある絹の布は、英語で、シルクスクリーン、またはシルクスクリーンだが、シルクスクリーンを使った。 後半画の技法は、英語で、シルクスクリーンプリンティング、または、シルクスクリーンプリンティングという。しかし、現代は、絹は、後半画に使われないので、スクリーンを使う。後半画の技法は、英語で、スクリーンプリンティング、または、セリグラフィーという。スクリーンプリント、または、セログラフとは、スクリーンプリンティング、または、セリグラフィーと呼ばれる版画の技法を使って作られた。 版画作品を呼ぶ言葉である。日本の印刷業界でも、シルクという言葉を取り除いて、スクリーン印刷と呼ぶ機会が増えている。もともとは、スクリーンの意味もメッシュの意味も網であるが、版画の世界では、メッシュを貼った枠の全体をスクリーンと呼ぶことがある。スクリーン印刷メッシュとペイントアプリケーション、印刷文字部分回路基板 キーボードホイールに使われたシルク印刷1930年代にナショナルセログラフィックソサエティという芸術家の団体がセリグラフィーという新しい言葉を作ったその造語の目的は当時スクリーン印刷という技術が商業的工業的な産業として扱われていてスクリーン印刷は芸術作品を作る手段としては全く認知されていなかったため 芸術の表現としてのスクリーン印刷をセリグラフィーと呼ぶためだった。セリグラフィーのセリはラテン語で絹を意味する言葉である。メッシュにインクが染み出さない領域を作ることを目止めをするという。A、インク B、スクイージ EC、イメージ D、バン E、スクリーン F、印刷イメージ典型的な印刷方法は、生涯されたバンのメッシュと紙を密着させ、 正反された、バンのメッシュの上にインクを置き、スクイージーをメッシュの上に強く押し当てて、メッシュのすべての面にわたって、一定方向に動かすことで、インクがメッシュの穴を通して、紙へ押し出される。枠に貼ったメッシュの、印刷の対象物と接する、側の面を、英語で、サブストレートサイドと呼び、日本語では様々に呼ばれるようである。サブストレートには、仮想、つまり下にある、 平らなものという意味がある。また、それとは、反対側のインクを置いたり、スクイージーが接する面を、スキージ面と呼ぶ。印刷の対象物を動かせる場合の、印刷時のものの配置は、紙や布などの印刷の対象物の上にメッシュがあり、その上を、スクイージーが動く。これは、このように配置した方が、手で力を入れやすいからである。 メッシュの製品の説明でよく目にするメッシュの数字はメッシュの編み目の細かさを表した数字でありメッシュ数と呼ばれることがあるメッシュ数とはメッシュが縦糸と横糸がどちらも等間隔で配置されている平折りで折られていると仮定して1インチあたりの縦糸または横糸の本数であるインクが通過しない部分が動かないように保持することがメッシュを使う 本来の目的である。もしメッシュがなかったら、インクが通過する、穴の中にインクが通過しない部分を作り、その位置を保持することができない。例えば、数字の例の字を印刷するための、ステンシルの板を作る場合を考えると、本来はインクが通るべきなのは2つの大小の楕円で囲まれた領域である。しかし、中にできる一つの、島の位置を保持するために、 他の部分と結合する、端と呼ばれる部分が番に必要である。ステンシルのこの端の部分は、インクをつけたローラーで印刷したり、またはスプレーで印刷すると、端の部分が印刷の対象物に現れる。端の部分が印刷の対象物に現れないように、するために、メッシュが、そのような端の役割を担うのが、スクリーン印刷である。 下記のいずれの技法においても、まず原画を制作してから製版を行うのが、普通であるが、そうでない場合もある。例えば、投射版またはガリ版では、原画を用意せずに投射版の原子に直接鉄筆で、文章や図版を手書きすることがよく行われた。光が当たると固まる性質を持つ特殊な化学物質である、観光材と乳剤を使って製版する。 販売されている乳剤にあらかじめ観光剤が混ぜられている場合もあれば、使用者が観光剤と乳剤を混ぜる場合もある。20世紀初頭に光が当たると固まる性質を持つ化学物質があることが分かっていたので、そのことを版画に初めて応用したものである。一応成功を収めたが、使う化学物質が毒性の強いものだったため、後に 毒性の低い化学物質でもできるように改良が加えられていった。写真製版法を行う手順の概略は次の通りである。透明なフィルムやトレーシングペーパーなどの光を透過する指示体に光を通さないインクをデザインに従って描画したり、またはプリンターやコピー機で印刷したりする。このようにして作成した版下のシートをポジと呼ぶ。 多色崩れの場合は、色の数だけポジを作り、普通は一色一般で製版する。中間トーンを表現するため、グラフィックソフトウェアやリスフィルムの使用によりや未点処理を施すことがある。アルミ製、木製などの枠に貼ったメッシュに、バケットで、観光乳剤を薄く塗布し、暗所で乾燥させる。観光乳剤は主にジアゾ系のものが使用される。 メッシュにポジを重ね、ケミカルランプを使用した観光機や日光などで一定時間紫外線に当てることで露光させる。乳剤面に水をかけると観光が止まる。露光させた時に光が当たった部分は観光し、硬化した乳剤がメッシュに固着してインクを透過しない膜状となる。観光していない部分の乳剤は洗うとメッシュから落ちてインクを透過する部分になる。 これですることができる状態の版が出来上がる。印刷後は、メッシュを別の製版に再利用するために、観光入材専用の再生液で硬化した入材を溶かし、洗い落とすことで、落ち版する。茶葉マーカスが手書き作品へ印刷するポジをセリグラフプリンターで透明オーバーレイ色分解する作業当社版は、スクリーン印刷より古く1880年に、 トーマス・エジソンが公安紙特許を取得し、同特許に適した原子を開発した、米国の AB ディック社が1887年に、色材の販売を開始した、印刷技術である。版となる原子と、版を保持する、投射器側のスクリーンに機能が分離している点が、後年のスクリーン印刷との違いである。コロジオン版画は、毛筆投射版とも呼ばれる。原理としては、 ゼラチンなどを塗布したメッシュに、気流酸の一種の液を筆につけて描くことにより、液のついた部分のゼラチンがなくなり、メッシュだけが残るというものである。直接法では、透明なフィルムにインクを通したい部分だけ光が通らないように図柄を描いたものを原画とする。光が当たると固まる性質のある乳剤、または、光が当たると乳剤を固まらせる。 乾光剤が混ぜられている乳剤をメッシュ上に薄く塗る。原画をメッシュに密着させて露光すると、光が当たった部分の乳剤は硬化し、光が当たらなかった部分は硬化しない。メッシュを洗うと、硬化しなかった部分の乳剤だけが除去されて、直接法による製版が完了する。乳剤の輪郭部分を理想的な形状に仕上げるのが、難しい欠点があると言われる。 乳剤の輪郭部分が理想的な形状から乖離すると印刷の対象物にインクの輪郭のにじみのようなものが見えることがある。液体層を備えた直接ステンシルの製造関節法では光が当たると固まってメッシュに定着する性質を持つ乾光剤を塗った乾光性フィルムを用いる。枠に貼ったメッシュを使わずに 観光性フィルムにポジを合わせて露光させ、光が当たらなかった部分だけを除去し、観光材を観光性フィルム上からメッシュに移す。直接法と比較すると、乳剤の輪郭部分を理想的な形状に仕上げることが実現しやすい。印刷の対象物にインクの輪郭のにじみのようなものが見えることは、直接法よりは少ない。間接ステンシルの製造直感法は、 直接法と間接法の良い点を取り入れた方法である。薄い樹脂のフィルムに乾光剤を一定の厚さで塗った直感法フィルムを枠に貼ったメッシュに合わせて露光させる。すると、光が当たった部分は硬化し、メッシュに付着する。ブロッキング法は、水と油が混ざらない性質を利用した技法である。油性の特殊な描画剤を、インクを通したい、メッシュの部分に、 筆で塗ったり特殊なマーカーで描いたりした後、描画剤を乾燥させる。乾燥が終わったら、目止めをするために、ヒラーと呼ばれる水性の乳剤をメッシュ全体に塗布する。すると、水性の乳剤は、油性の描画剤が塗られた部分を避けるようにして、メッシュの上で固まって定着する。乳剤が固まった後、メッシュについている、描画剤の部分に、油性の 荒破らと呼ばれる液体を塗ると、描画剤が溶けて除去される。描画剤が除去された部分にはメッシュのみが残り、描画剤を塗らなかった部分にだけ乳剤が残り、製版が完了する。なお、この版画の技法を、日本ではブロッキング法と呼ぶが、英語において、スクリーン印刷の用語としての、ブロッキングは、単にメッシュに、インクが通らない部分を作る。 つまりインクをブロックすることを意味し、技法の名前としては用いられない。新日本造形株式会社の三秒ガスクリーン、技法はこの技法である。カッティング法では、インクを通さないシートを図柄の形に切り抜き、メッシュに接着剤で貼ることにより製版する。入材は使わない。カッティング法におけるシートとして、油性の原子や水性のフィルムなどが使われる。 理想科学工業の事務用デジタル広範印刷機、リソグラフ及び家庭用広範印刷機、プリントごっこを使用したスクリーン印刷である。マスターと呼ばれる専用のメッシュを使用し、プリントごっこではフラッシュバルブをリソグラフでは内部のサーマルヘッドによって製版する。プリントごっこを使用して版画表現を行った作品は進行版画と呼ばれた。 完成したンを使ってする作業は、プリントごっこを除き、どの製版の技法を使っても、ほとんど同じである。スクイージーは、ゴム、または、ウレタン製のヘラであり、スクリーン印刷専用のものが売られている。プリントごっこを使った印刷では、スクイージーやローラーは不要である。ステンシルでは、スプレーを使ってすることもできるが、スクリーン印刷ではスプレーをメッシュにかけてもインクが、 メッシュを通過しないので、使えない。揮発性の有機溶剤を用いる油性インク、水を溶剤とする、水性インクがあり、水性インクは乾燥後耐水性となる。紙の他に、布、金属、樹脂など様々な素材に対応したインクがあり、熱を加えることで発泡するインクなど、特殊印刷向けのものもある。また、プラスチゾルインクという、ある一定の熱を加えないと、 半永久的に硬化しないインクがある。これは一般的にアメリカンラバーと言われる。プリントごっこ以外の後半画は基本的には一般につき一色のインクを使う。しかし特殊な方法ではバンの上で異なる色のインクを混ぜ合わせてスクイージーを動かすことによりグラデーションの効果を出した作品を作ることができる。しかしスクイージーによってインクが撹拌されるので 複数の回数のする作業で同じ結果にならない欠点がある。プリントごっこではスクイージーを使わないのでグラデーションの表現を使う場合の複数の回数のする作業で出る結果の違いの度合いがスクイージーを使う方法で出る違いよりも小さい。商業印刷ではなく芸術作品としての版画作品の中で グラデーションを効果的に使用した作品の例が多数ある。蝶子外、クランプなどでスクリーン枠の一辺をすり台に固定し、紙の位置合わせを行ってすり台に検討と呼ばれる目印をつける。インクを調色して適切な硬さになるよう用材で調整する。スクリーン枠を浮かせたままメッシュの手前の穴の開いていない部分にインクを乗せる。スクイージーでメッシュ上にインクを 手前から奥へ伸ばして、メッシュを、インクで濡らすようにする。印刷の対象物が置いてあるところへバンを下ろす。スクイージーをメッシュに強く押し当てながら、メッシュ上で手前に一直線に動かす。すると、インクがメッシュを通って、印刷の対象物の上に、インクが乗る。乾燥による目詰まりを防止するために、スクイージーをメッシュの奥へ動かして、メッシュを、インクで濡らすことを、 適宜行う。印刷の対象ものの数だけ作業を繰り返す。する作業が終了したらインクの種類に合った溶剤で版を洗浄する。多色ずりの場合は版を交換して同じ手順を繰り返す。版画作品の場合は作品の下部に鉛筆でエディションナンバー、作家サインなどを記入することが通例となっている。シルクスクリーンは 20世紀初頭に芸術の表現方法としての可能性を探るように実験的に芸術作品として使われ始めるより以前は主に商業印刷の目的で広く利用されていた。1950年代後半以降シルクスクリーンを使った作品を発表した作家の先駆者として特に有名な作家としてアメリカのロバート・ラウシェンバーグとアンディ・ウォーホルが挙げられる。 この二人は共にアメリカのポップアートの作家でもある。ロバート・ラウシェンバーグはキャンバスにシルクスクリーンの技法で写真を転写した。アンディ・オーホルは1960年代にポップアートのシルクスクリーン版画作品を積極的に発表した。そのような先駆者の作品の影響でシルクスクリーンによる表現方法が 芸術の表現方法の一つとして確立しねを下ろしたと世間に認知されるようになった。日本人作家では、木村光介が1970年代以降、国際的な版画のコンクールや展覧会などで版画を取り入れた作品を発表し、受賞するなどして、注目を集めた。木村秀樹は1974年に開催された第9回、東京国際版画ビエンナーレで、 京都国立近代美術館賞を受賞し、注目を集めた。横尾忠則は、シルクスクリーンや、リトグラフなどの版画作品を発表した。ベアーテ・ギュスボルドの、山の影で、水彩画へのシルクスクリーン印刷美術賞の、視点からは、複製可能なシルクスクリーン版画は、油絵や水彩画などの一点物の,の絵画よりも、希少価値が低いため、比較的安価で売買されることが多い。 ポストカード等で誘引されたギャラリーや展示会の会場などにおいて美術品の相場価格を知らない人に対して絵画を市場価格と比べて高額な値段で販売しようとするいわゆる絵画商法が悪徳商法の一つと言われている若者に被害が集中し主に駅前の路上で通行人に絵の展示会やってます等と声をかけ店舗に誘い出し 高額苗を強引に購入させるもので2011年には若者に高額苗を強引に買わせたとして秋葉原駅前や銀座に店舗を構える企業と卸売業者4社が東京都に行政処分されたそもそも有料な美術館や画廊の従業員が路上で客引きするのはありえないことなのでそういうものを見かけたら悪質な企業と判断し相手にしないのが一番 もし被害にあっても、3000円以上の品物など、一定条件を満たせば、クーリングオフ制度が利用できるので直ちに、消費生活センターに相談して、指示に従うこと。版画の技法と表現、町田市立国際版画美術館、1987年、14ページ、セリグラフィー、スクリーンプリンツ、アート、e、home.eart.ink.net 2012年11月15日閲覧。セリグラフィー DEFINESERIGRAPHYATDICTIONARY.comDictionary.reference.com2012 年11月15日閲覧。ありがとうございます。